お、メインの真ん中で発見です。死体のそばに高田さんいたんですけど、何も証言する気なさそうなんで。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。あ、二死体見つかっちゃうとね。ブルーメイト、緩和気侍、まず場所で。ナイスー。トータスさんめっちゃ白いわ。なんでいいからそういうの。いや、マジ白いこれ。これマジ白い。ちょっといいから。ハートになってる目が。マジ白い。うん。女性やっちゃうかー。まあ、序盤はね、どうせボタン入るやし。ええやろ。メインで竹雄さんと湧きましたと。エデン、まあ誰、魚さんか、ハパサコか、コニキか。おい、ナイス。はい、よいね。麺屋さんは白いわ。いや、わかるのいいから。いやいや、まあ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 、まあ、白くないよ。白くないわ。誰も見たつすぎて。誰も死んでねえの。今、キルクール開けてなさそうよな、28とか9とか。うん。一瞬すれ違ったのがオニキだとしたら、うん、まあ、レバータスクで普通にまたね上がってきたってことも考えられるが、まあ、普通にイルクール明けでキルを狙いに来たインポスターというのもありそう。早いね。あ、ラウンジ配線とかの可能性も考えたら上行った方がよかったな、これ。おい、あら、メインの真ん中で発見です。これ結構直近っすね。あの、シャワーのカンカンタスクをプテさんとやってて、プテさんメインの方に行ったんで、多分5秒以内のキルっすね。そんなんだった。じゃ魚さんはできなそうかな。死体のそばに高田さんいたんですけど、何も証言する気なさそうなんで、ブロソーです。メインの中に高田健司ミーティングいたけど。ミーティングいたよ。じゃあ高田さん弁当でいいですね。今メインの真ん中の死体のそばに高田さんいたんで、高田さん弁当使ってます。あ、なんですかよ。なんないよ。なんですか。なんなんなん。何もないです、これからは。何もないことないじゃん。いないから何もないもんね。あ、そう、いや、あの、ミーティング。いないから。おまおじと、魚と高田でミーティングいましたもんね。いましたもんね。知りません。いましたもんね。いたのは知ってるけど。なんか、トータスさんってクルーですか。え、トータさんクルーですか。トータさんはインポスターです。雑いな。ポスターっぽくはないけど、トータスさん。で、コミサブ中エレキで、うん、合ってるから。あの、開幕クルー同士の白いなってマジ腹立ちますよね。いや、全然、全然、全然。あ、俺。ガダさん、エント使っちゃいましたね。どうまい、どうまい。どうま、どうま。梅犬おまおじ、うん、タスク順調やぞ。
はい。電話おまわじさんかな、直した。オッケイン。え？あら、うえ。あ、かなり時間あったから。オラフ君は初動エレキにいましたね。貨物脇でエレキに行ってるはず。藤宮君、鬼木見てない？いや、見てないっすね、多分。今メイヤーさんと最後すれ違ったんですけど、その前にすれ違ったのが鬼木で、さらにその前に藤宮くんと展望で一緒やったから、まあもしかしたら見てるかなと思ってますけど。じゃあお前さん視点で左に行ってるって感じ？左に行ってるのはもう確実ですね。展望は来てない。展望は来てないよ。オラフくんはね、初動エレキからも抜けてってるんだよね。トータさんってエレキになんで2回目来たんですか？まだ上げ、あ、何、下げるやつ終わってないから。あ、そう、セリフ字幕はないなら基本距離で2キル。うん。あ、でも、うんうんうん、そうよね。うん。高田さん一歩スター書くだから。時間的にもいけそうな時間帯だと思う。2キルできるかどうかを。竹尾さんがエレキ、あ、左っぽくて、オラフ君がエレキっぽいって感じ？いや、エレキはもういないです。オラフ君は絶対。初動だから、まあ、時間あったからどこまで行け、まあ、どこまでも行けちゃうか、はいはい、正直。うん、魚さんってシャワーからメインの方に行ってどこ行きました？メインからエンジンルーム、コミュニケーションの扉開けようとしたら、おまおじとすれ違って、武器庫の下の扉、キッチンカーの扉開けようと思ったら、ピンポンパンで、コミュニケーションと武器庫の扉が全部閉まってる状態だった。うん、で、開けてる。移動。ほう。ん？ちょっと待って。梅剣はどこ？おまふじとコミュマイ通路ぐらいですれ違って、エンジンメインシャワー、シャワーの奥で魚さんとすれ違って、最後アーカイブ。え、それだと魚さんの移動ってどうなってんの？どうなってんの？タイミング意味わかんなくない？ん？俺はシャワーの防衛ゲー2つやって、で、シャワーからメインホール、エンジンルームの、あれ、なんだっけ、ポチタスクやって。それ、おまおじさんとすれ違ったのでどのぐらいのタイミングなんですか？で、ポチタスクやった後、コミュニケーションとエンジンルーム。梅剣の移動距離と。ちょっと違う。逆におまおじさんがそこにいすぎだなっていうのがあるんだよね。俺がおまおじさんとすれ違って、エンジンメインシャワーで魚さんとすれ違ってアーカイブまで行ってて、その間おまおじさんまた同じとこで魚さんすれ違ってるから、藤宮君視点っておまおじさん変じゃない？停電、おまおじさんは展望で停電直してるのを確認してます、うん、ちょっと待って、その辺でタスクやって展望行って停電直してまた戻ったってことか。違うわ、ごめん、おにきとすれ違ったんじゃなくて魚さんとすれ違ってるかもしれん。ああ、なるほどね。ごめん、間違ってるわ、時系列ずれてるわ。最初やわ、おにきと。ごめんなさい、ちょっとずれてたわ。オニキの死人は分かんないって感じですね。オニキの死人はめちゃくちゃ序盤やけど左で見たかなぐらい、うん、あ、はいはい、間違ってるわ、間違いない、はいはい、うん、さんは生きるはほぼ無理か、無理かというか、まあなさそうよね。序中盤ほぼ一緒に行動してたから、で明けまでね、左で。あ、序盤左、俺が確か秋は車だっけな、エンジンだっけな、左は木よね。あえて戻っちゃうよん。さすがにキル入れてないか。ナイス、はい、それで直しました。はい、チミヤ視点でおまうさんは2キルはかなり難しいって言っておきます。むずいんだ、うん、藤宮はね、まで左でずっと死にあったの。藤宮は俺白でいいと思ってるんですよね、高田さんの釣ってるあのタイミングでね。藤宮は基本白でいいと思ってて、藤宮からおまうさんに白が打てそう、うん、でエレキからもう速攻抜けてると思うんだよね。エレキに初動ごちゃごちゃいて、ハタサコメイヤ、オラフ、オニキもいなかった。あれ、オニキもいなかったっけ？あ、なんか4人いた気がする。ごめんなさい、俺ずれてたのが時系列、一番最初にオニキが米直してんねん。で、米直してる、うん、そうだから米直してるオニキが左に行って、その後藤宮くんと僕が合流して、次の停電を直したのが俺でみたいな感じで、うん、で魚さん、メイヤーさんと最後すれ違って終わりみたいな。ちなみに貨物分けは俺ね、でメイヤーが初動を、あ、それ多分今の話じゃないですか。え、
違う違う違う。今は、ニキルが起こった時に、そう、メイヤがゴミ捨てタスクの方に行ってるのを確認してるから。ああ、じゃあ、魚畑サクオラフメイヤの4人で貨物脇だ。はいはいはい。で、バイタルに3人ぐらい、じゃあ4人で全員で流れて、俺ゴミ捨て、で、みんなでエレキに入り、オラフ君も畑サクも、魚さんも初動でエレキは抜けてるはず。抜けてる。あ、ポチタスク、8タスクだけやって、メインホール上がってっていう状態だから。まあ、もうエレキはいなさそうなんですよ。いなさそう。だから、メイヤさん最初エレキ？いや違う、最後にメイン出て、トータスさんとすれ違った後、メインホールの左でエンジン入るときにおまおさんとすれ違ってるから、うん、僕がニキルする時間はないと思ってほしいから、うんうんうん、梅剣も多分無理だと思うけどね、ニキル。うーん、剣さんは結構フリーだと思いますけどね。そうね。あ、そう。あ、まあアーカイブに誰かが知らないとって感じだから。おまおさん僕視点白なので、おまおさんってキッチンから石油の方か、キッチンから武器庫行ってんのか。そう、キッチン武器。そこで魚さんとすれ違ってるんですか。そうそうそう、一番最後はそこで、まあ、逆走する形になってるけど、来た道を戻ってて魚さん、メイヤさんとすれ違って終わってるんで。でもオラフ君がエレキの方に最初行ってて、魚さんもメイン通って、俺も通って、メイヤさんも通って、そこで死人がない状態で貨物の方に戻るとは思えないから、そうなったら石油キッチンの方に流れてるしかなくない？まあ、可能性はあると思うよ。うん、キッチン流れてたら魚さんかメイヤさんか、うん、まあ、シャワー行ってたらメケンさんか。俺もね、多分ニキル関われないと思う。いや、俺がニキルする場合ってどっちかがエレキに来なきゃいけないから。トータスさんとのつながりぐらいしかない、ミヤさん。でもトータスさんボタン的には結構白いから、やっぱ無限の方が怪しく見えちゃうな。トータスさんは大丈夫なんだっけ？トータスさんボタンだから、まあ、白は出ないじゃない、まあ、白は出ないです。死人ないでしょって、後半どっちも。あらんけど、タスクでいけます。あ、梅剣さんって結構おまおじさんを殴ってた人物だから、梅あった、おもおま、うん、あさんずっとエレキんな。マジで一生エレキいるやん。停電タスク終わってます。俺ももう終わる。あ、そうね、タスク進行ではさそうだね。タスク絶望的かも、うん、今やっとエレキのが終わったんで、まあなんとか割と絶望かも、これ脇次第です、うん、努力します。なんか容疑者だけ結構絞りたいと思うんだけどな。でも高田さん角度落ちてる前提やったら、藤宮君まで普通に白でいいと思ってるから、うん、うん、藤見はもう基本白で置いていいと思いますよ。俺は畑さんって別普通に怪しいと思うんだけど、畑さんがボタン押したターンに停電直したのって誰でしたっけ？俺さっきのとこだよね。うん、うん、どこ前なら俺貨物直してる。貨物直してる。あのさ、うん、そのターンにヌーン乗って左に行った自覚のある人います？ああ、そのターンね、俺がね右から左に、右行って左行ってる。あ、右行って左行ってる。そう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 、うん、うん、俺視点は結構梅剣かな。せいで直してたらなおさら、うん、怪しい位置だと思いますけど、その場合って、うん、いやどう、生きるできる前提で行くんだったら梅屋さんができなそうで、トータスさんがボタン的に結構白で藤宮できなくて、魚さんとおまじさんがちょっと微妙だけど、おまじさんは俺から白を出せる、うん、あ、はい、じゃあ魚さんか梅剣か、まあ、坂海畑の海って感じか、うん、ああ、オラフ君が死人をかいくぐってエレキメインシャワーできた時だよね。死人をかいくぐってというよりは、初動3人でエレキに行ってるから、もう先に抜けてたら分かんないどこに行ってるかは全然、うんうん、多分上げ上げだけやって抜けてるパターンだと思うから、どこまで行けてるか本当に分かんない、うん、そのタイミングだって誰かがシャワーにいたとかさ、メインにいたとかっていう報告がないわけじゃん。みんな左の方にいるっていう話だから、その場合って上げ上げだけやってメインシャワーに行ってる場合、まずメインシャワーで滞ってる場合は必ず魚さんが誰かに見られる点が1点と、いやだから魚さんも一緒にエレキに入ってる人物だから、魚さんよりも先に抜けてたら分かんない、うん、あ、いや、その後にも居座ってる場合は僕が後半で魚さんをシャワーで見てるわけだから、そこまで行ってなく、アーカイブまで抜けてる場合は貨物から上げ上げだけやってアーカイブに行くとは僕は到底クルーで思えないから、それは否定したい。マオジさんってタスクあと何個っすか？6個。メケンさん釣りありかなと思ってます僕。あ、やってサボ直してる。どうかな。僕サボ直してるよ。直してるから。じゃあ、フジミヤがサボ直してるかどうか。
いや僕を疑うのは理論上ありえないですよ、ね。いや違う違う、インポスターじゃなくてマットじゃね。投票できんかと。いや、おまおじさんクルーで送んなら釣り入れるのはありかなって思ってるので入れてます。僕にヘイトを向ける魚さんはちょっと考え直してほしいですね。おかしい。まあ、魚マット埋め系インポスターが一番濃厚なんですね。まあ梅マット畑迫インポスターとかもないからな。まあ基本畑梅どっちかインポスターの魚さんマットがやっぱ分かりやすくあるね。あ、トンタスさんは貨物からラウンジとかの方に行ってるはず。で、停電貨物でそこ直してます。シャワーで見てます。この証言が死んなら、魚さん無理だね。より梅犬っぽいねんけどな、これ。トンタスさんどこ行った？シャワーで見てるんでしょ？シャワーでタオル入れしてるときに抜けていってます。うん、おまおじさん、除染からどこ行った？え、電気。畑迫君が見てる。おー。電気？電気、僕今回電気出ないですよ。あ、じゃあ畑迫くんです。最高は。え、どういうことどういうことどういうこと。俺が電気に行ってんの見てるはず、畑迫くんが。あ、電気に行ってるのですね。僕は行ってないですけど、行ってるのは見てます。そういうことです。メッケンが、マジさん今の畑迫の主張聞いても、うん、いや、うん、うん、太鼓じゃない、見てるんなら、うん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 、大丈夫。僕とエレキで合ってるっていうニュアンスかと思ったんです。ああ、ごめんごめんごめん。そうじゃなくて、俺が電気に行ってるのを確実に見送ってるはずやから。うんうん。え、太田さんがシャワーからどこに行ったの？下のアーカイブから下ってってるから、下。シャワー奥もしくはメイン。ああ。え、タスクはどうなってますか？タスクはもうあとミーティングだけ。ここは終わってます。まあ、きつそうやな。進捗なしです。ほぼ。上っぽいかな。僕が除染入ったタイミングでおまおじさんが除染やってて、僕が配線やって、そこから僕はメインエンジンで今宿舎の上の方に来てるとこなんで。まあ、梅犬やとは思う。基本梅犬さん釣りでいいかなと。うん、まあ、タスクはできないの？タスクはできない可能性がある。まあ、僕は、僕してんの、なんで？僕してんの、ちなみにマットもいないですよ、これ。誰もかばってるじゃないの。梅犬さん対抗一切出そうとしてない感じだ。いや、魚さん、いや、昨日魚さんで出そうとしたけど、あ、俺今回さすがに魚さんに僕視点完全に絞れるわけではないから。魚さんはタスクどうですか？あ、もう終わってるよ。梅犬してマットがいないんだったら、釣られて終わらなかったら魚さんまで釣ってでいいんじゃない？じゃだから、いや、今回魚さん近いでしょ。藤宮から知るでしょ。え、おまおじさんだけだったらおまおじさんタスクできないの？梅犬さん、梅犬さんだって終わってるでしょ。あとそこ終わってるでしょ。梅犬さん議論性がクルーとあんま思えないんだけど。なんで？え、でも切れる人物って梅犬さんだけじゃないんじゃないの？その議論姿勢って頑張ります。え、まあ。あ、釣るんだ。ああ。じゃあ釣り入れてください。これ。分かんなくね？これで梅犬さんが。おまおじさんか畑迫か魚さんか分かんないけど。おまおじさん、僕が最初から白を出してますよ。おまおじさんにヘイト向けてるからな。うん、何のあれはないからね。うん、右直んないかな。まあまあまあ、梅犬さんクルーだったらどうもやね。おお、え、あ、よかった。タスクか。おお、あ、タスクだ。え、ナイス。え、おまおじさん割れない。タスクだ。どうやった？終わらせた。道連れか。おまおじさんが死んでる。おまおじが。おまおじさんが理解した。ラッキーラッキー。なるほど。なるほど。
最低のピカレッジじゃん。死んだことによって。あと何個だったんだ。あと5個残ってた。よく終わった。ワンタンで5個終わったわ。やっぱりレースって最高やわ。まあ、1分半あれば5個終わりそうじゃないですか。めちゃくちゃあったな。今のめっちゃあった。ワンチャン惜しいな。めっちゃあった。おまわし以外だったら勝ちだったよ。エレキも残ってたし。絶対あった、絶対あった。エレキ残ってました。マジでワンチャンだった。マジでワンチャンあったな。いや、マジか。うわぁ、おまわし生きてれば。なんで終わったか意味わかんなかった。いや、早いやと思って。早っ。残り5のことだいぶ霊界でバカにしてた。バカにしてた。めちゃくちゃバカにしちゃったんやろうなって。一瞬で終わったわ、霊やったら。おい。はい、じゃあ、まあ僕、これ、おまおじさん人外で今回行きたいと思います。あ、入れます。入れます。ありがとうございます。やった。僕が来るのを確認して金庫に走ってったから、ね、いやもう人外だ、わかるよ、入れちゃう、いや行くでしょ、本当に死ぬまであるよ、いやこれマジで釣られるかもしんない、うん、マオジオラフ人外、誰二人とも困ってんの、困ってんの、やっぱうまいね、オラフ君に入れたん誰や、ね、神、僕がオラフ君に入れました、うまい神調整来た、なんで神調整、いや、おまおじさんはワンチャン釣られそうな雰囲気あったからね、外してあげたんですよ、おまおじさん、まあ、おまおじさんインポスターだったら危ないけど、うわー